は現代のもののけ姫ことまこですながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けします 聴覚障害の方には字幕にもあるように YouTube の字幕機能をオンにしてご視聴ください。最後に次回のトークテーマを発表しますので、最後までお聞きください。ということで、えー、本日、えー、3月の24日ですね。えー、今がですね、5時、夕方のね、夕方の5時40分なんです。 なのでいつも6時で配信してるんですけどもう間に合いませんね <laughs> もう今帰ってきて、えー、もう間に合わないので今日は配信が遅れてしまって申し訳ありませんがまあながらでラジオなので、えー、自分の好きなタイミングでぜひながらで聞いていただけたらなと思いますまあラジオだからこそリアルタイムのお話をおできるっていうことで ついさっきね、ツイッターの方になんか <laughs> 暗そうな <laughs> 暗そうな文章というかなんかね、自分が言ったこととか約束できない人なんて嫌いだーみたいなね、そんな感じのツイッターを書かせていただいて皆さんから大丈夫なんてあのコメントいただきましたがあの何か落ち込んでるっていうわけではないんですなので皆さん心配していただいてありがとうございますただただやっぱりこうね いろいろこう仕事をしてたりいろんな人と出会う中でなんか約束してくれたのにとかあのあなたがそう言ったんじゃないかなのになんで結局実行されてないんだっていうことが多々あるなあなんてこうねふと振り返ってなんか私自身はそういう自分が言ったことをしっかりあの守っていこうというかねあの 口だけににならずに少し時間はかかるかもしれないけどやっていこうっていう思いもありますし、あのー、いついつまでにって決まってた約束とかだったのが例えばちょっとその時ができなかったっていうのであればちゃんとちょっといついつまでにはできないよっていうのを約束した相手とお話しするっていうことは私が ね、約束した側というかね提案した側からやっぱり言わなきゃいけないんじゃないかなと思って、えー、私はそういうことを気をつけていて、えー、でもそういうことに気が回らないというかそういうことができない人たちもやっぱりどうしてもいるわけでなんかそういう人たちとの関わりってあ、あのー、関わっていかなきゃいけない人たちもいるからこそ だからすごい自分の心の持ちようというかねどういうテンションで関わるのがいいんだろうかとかってやっぱ思っちゃったんですよね。私ねあの結構騙されやすいタイプだと思うっていうかあの人をすぐ信じちゃうからなんかすごい悪徳商法とかにもすぐ騙されそうな気もしちゃうくらい。 あのすぐ信じちゃうんですよ疑いはないというかねだからなんかそういうのも良くないんじゃないかななんてふと思っただけなので別に落ち込んでるわけではありませんはい <laughs>、はい、ということで本日のテーマはですねコロナが明けて行きたい場所っていうところだったんですが 全然コメントくれないじゃんっていう <laughs> いや。くれてる人はありがとうございますけども、全然コメントくれてないじゃんっていうのがあったので、皆さんコメント欲しいよ、コメント欲しいよっていうのをちょっとアピールしていこうと思います。はい、そんな中で、えっ、ー、と、じゃあ、コウジさんね、いつもありがとうございますね。 旅行ねえと高校の卒業の修学旅行が初海外あえそれは自分で行ったやつそれとも自分で行ったやつだよね韓国でしたその年は1988年のソウルオリンピックの時でベン・ジョンソンカール・ルイスやジョイナー等様々な選手が集まる時と同じ時間を過ごしました、うん、社会主義から民主主義に変わった年だったので世の中的に混沌としてすごかった時の修学旅行あやっぱ修学旅行なんだ へとても貴重な体験をしましたいいですね修学旅行で海外えっ、ー、と私の高校は、まあ、県立なんですけど、まあ、私立だとやっぱりあの高校だと海外修学旅行行くとこいいんですけど県立はなかなか海外行って行かないじゃないですかでも海外行ってみようっていう年もあったんだそうですでもことごとくなんかそのうちの高校は海外と縁がなかったのか 初めてかな初めてかなんかの時にハワイだけかなハワイにその年の人たちが修学旅行行こうと思って計画したら9.11が発生した時だったからちょっと中止になっちゃってで次中国かなに修学旅行行こうっていう年代の人たちがいたんだってそしたらその時に MERS、SARS が流行っちゃって中止になってみたいななんか頑張って、えー、修学旅行海外に行こうとしてたのにそういう海外とか世界でのそういう影響があって行けなかったっていうことがあったからもう結局もうそういうのやめようもう国内でいいじゃんっていうふうになって国内になりましたあもう次回修学旅行の話しようかなじゃあ <laughs> はいですなるほどね韓国行きたいね 本当にだんだん、あのー、隔離期間が、ね、ほぼほぼもうなくなったんですよね海外からの、まあ、国によっては違うけどほとんどが、あのー、みんなが行きたそうな国とかは、えー、ワクチンを3回かなでも3回接種してれば帰ってきても隔離期間が3日間とか、あのー、7日間のところもあるんだけどでも3日目で陰性になったらもう自主隔離いらないとか。 なんかそういう感じになって本当に行きやすくなったんですよねただ韓国はねまだビザがないと韓国自体に入れないらしいからなかなか観光でっていうのは難しいらしいですねでも行きたいですね韓国ねはい次奈緒さんえー、っと 旅行の思い出は小学生の夏休みに年に1回は鹿児島から他県へ父親に旅行に連れて行ってもらいましたあらす,すごい楽しみで仕方なかったですあと自分バイク乗りだったので出身地の鹿児島からツーリング行きたいですまずて初めに熊本行って満喫したいですあと自分今絵描きしてるので有名な絵がある大きな美術館に行きたいですなるほど鹿児島はですね あのー、私もこれは修学旅行の話になっちゃうからまた次回 <laughs> 詳しくと思うんですけど鹿児島修学旅行でいただ修学旅行じゃないな違う修学旅行じゃないえっと私の山形県の地元鶴岡市ね地元の鶴岡市と鹿児島市って京大都市っていうその市が組むあるじゃないですかそれになってる姉妹都市じゃなくて京大都市ねでなん、えっと、でかっていうと西郷さんがね、あのー、いろんな こう戦争とか西南戦争とかそういういろんな時に最後に逃げてきたというかね結構逃げてきたの山形にも逃げてきた時があったんだって確かで鶴岡にも逃げてきた時があってなんか k t k t 人って言えば鹿児島の人分か,のか分かるのか分からないのか分かんないけどなんかそういうまあゆかりがあるんですよだから交流があってね中学校の時にその鹿児島市の中学生と えと私生徒会長だったからさ <laughs> 生徒会長生徒会長同士各学校の市の生徒会長同士がこう行ったり来たりを繰り返す、えー、と山が鶴岡に来たら次の年鹿児島みたいなでその時にちょうど合併をしてもともと村だったんですけど私の地域は。 その鶴岡市と合併したから私も鹿児島市に行けることになって鹿児島市に行って鹿児島の中学校の生徒会のね子たちと交流した思い出がありますね。はい、いいですねあと美術館ね、あのー、私もそんな絵にまだまだ。 あーこう何ていうのすごさを感じるわけではないんですけど徳島にあるなんか美術館だよねなんか紅白でも誰だっけ米津さんがそこで歌ったんだっけかな,なんか天井にすごいいっぱいあのアートが描かれてるというか天使の絵みたいなのが描かれてるところがあってそこに行ってみたいなっていうのは思います。 いいででですすすねねね熊熊本本も好きです、ね、来週熊本に行くんよ次石見の国にウェルチャーさんは行ってみたい場所十数年前になりますが東京に上京していたので今の東京がどのように十数年前から変わっているのか。 そして車椅子目線からとどのように感じるのかを確かめに行ってみたいですっていうことでうーんまあ私も10年前に東京に行ってたと思うけどまあまあばどうなんだろうねでもそんなあなんかねやっぱ東京はあ東京はって言い方違うかえっ、ー、とその渋谷とかさ原宿とか新宿とかその 区によっってやっぱり全然違うじゃん東京ってだからなんかこの区は過ごしやすいけどこの区は過ごしにくいとかなんかそういうのがあるなぁと思います原宿はどうしてもやっぱ車椅子はね表参道も含めてちょっと坂が多すぎるから私個人的にはあの活動しにくいなって思いますで渋谷も やっぱ坂があるから過ごしにくいなって思うけど渋谷駅降りてすぐに新しく光栄とかそういう商業施設が建ったからそこだけで完結するんだったらまあいいかなーなんてで新宿もえっ、ー、と悪,悪くはなくはないからちょっと大変なんだよねあの駅から降りて歌舞伎町方面とかに行くとえっ、ー、と下りなんですよそこが。 ずっと下りりだだかからら楽なんですけどだから帰り歌舞伎町方面から新宿駅に帰ってこようとするとずっとのなんか地味な登りが続くから嫌だなって思ったりうんだからもなんか止めとかなんかこうオフィス街系の方がなんか過ごしやすかったりする場所もあったり。 ななかったり <laughs> まあそんな感じですね私もなんか東京でじゃあどこ行くのかって言っても仕事で行くしかないから最近遊ぶっていうことはあんまないですねあお台場が一番いいかな車椅子で行くんだったらお台場が私は一番風は強いけどなんかお台場が楽かなと思いましたごはん屋さんはないけどね難しいねはい。 うん次スティリティマンさんねえっ、ー、と自宅から海には日帰りで行くことができますあらいいですね海に行けるチャンスがあっても行か,行かなかったんだね10年前に初めて海を見る見たのは日本でした日本の下田市静岡県かな下田市ってまだ目目前にあまだ雪を見たことがないんだありません 雪がある場所に行きたいです山形県は雪がいっぱいですよ。毎年行っているインドのダージリンインドにもインドって雪降るの1月に大雪が降りましただってえすごえ本当にへえー、そうなんだぜひ山形に来てくれれば雪がいっぱいありますよ。<laughs> ね、だから雪降った 雪降らない地域の人がさ雪国に行くと本当に感動してくれるけど本当に雪国の人からしてみたらよくまあそんなこんなんで感動してくれるななんて思ったりもしますねやっぱりうん。なんかまあそれはもしかしたら例えば沖縄とかあの海が青いのが当たり前のところの人からしてみたら私たちがこう青,い海青い海を見て「青い青い青い って言ってるのがなんか当たり前じゃないかって思うのと一緒なのかもしれませんが、まあ、でも日本であのやっぱ福岡と山形をねこう過ごしてる中ででもあの四季を四季をちゃんと感じられる地域にいるって私はなんか子育てはそっちの方がいいのかななんて子供いないけど思いました。なんんかまあ、ふもさんもそうだねえっ、ー、と ふもさんは逆で仕事で種子島まで行ったことありますが北国の人にとっては南国は魅力的でうらやましく思いました、うん。雪があまり降らない南国ならどこにでも行ってみたいです、まあ、言えばないものでだりでですねでもだからその,あの冬になったらね保育園とかちっちゃい子たちとかはさあのモコモコのウェアだるまさんみたいなウェア来てさ保育園にいる時間の外遊びも雪遊びをする。 わけよで雪で滑ったり雪だるま作ったりでもそれを雪の降らない地域の人たちはそのウェアを着ることもないしあのウェア姿がめっちゃ可愛いのにね <laughs> ウェアを着ることもないしその雪で滑るとか雪だるまさん作るとかっていうこともないだから冬が冬はあるけど雪がないってなんかやっぱちゃんとその四季というものを感じながらああ なんだろう大きくなるって私はやっぱり大切なんじゃないかなとちょっと行ったり来たりしてる中で思いましただから私はやっぱり子育てをもし仮にねいつかできるとするのであればやっぱ雪をしっかり感じえて四季を感じれる場所でいたいなと思いましたはいこんな感じで今日はこれくらいしか皆さんコメントいただけてなかったんですじゃあ孫ちゃんはどこに行きたいのかなということですね アゴちゃんはコロナが明けたらうんまあ確かに南国は行きたいし本当はまださ沖縄に行ったことがないのよ私自身だから沖縄にも行ってみたいなと離島に行ってみたいなと思いますで海外はあ、まあ、韓国行きたいって言ったけどあのー、本当はコロナの前にねある計画をしてたんですよそれはもうヨーロッパ旅行の計画なんですけど それがマジでで全部吹っっ飛んんじゃったんですもうちゃんと航空機航空券も手配してたのに吹っ飛んじゃったからやっぱ改めてヨーロッパ行きたいなと私ロンドンがすごい好きで何でロンドンが好きなのかというと私は名探偵コナンくんが大好きなんですよ。まあ、大好きかっっていいう言い方をしたらちょっと あの本当のコナンくんファンに対して失礼かもしれないなんかそう何か集めるとかあの欠かさず見てますってわけではないんですけど本当に昔から昔はでもコミック買ってたかなえっとコナン君好きでコナン君の映画も見るし、えー、USJ のコナンコラボとかも行くしなんか。 こうコナンくんの考え方じゃないやコナンくんの推理力人間観察みたいなのが私の今の人間観察につながっていると言っても過言でないくらいコナンくんの、ね、が好きなのってかリスペクトしてるのってシャーロック・ホームズじゃないですかでシャーロック・ホームズの生まれ故郷というか育ちの場所がやっぱロンドンじゃないですかだからロンドンに行きたいっていう理由。 なんですだからシャーロック・ホームズ系の映画とかもめちゃくちゃ見るしなので行ってみたいんですよねまあ食べ物がおいしくないという話ですけど、まあ、そんなことよりもまずあのロンドンっていうところに私は早く行きたいなと思っております。はい、あとは LA ですね、えー、アメリカの方にあのザ・アメリカみたいなのをね感じて。 見たいやっぱ行ってみたいとこはたくさんあるんだけどでもステリマンさんとかにはちょっと申し訳ないけどインドとかはね多分お腹壊しちゃうんだよね本当に私お腹ピーピーだからさそういうちょっと食べ物でマレーシアに行った時にそのマレーシアのペナントーっていうところはインドとかのそっち系の文化も結構あってあんまりやっぱ私はね食べ物が合わなかったんだよね。 だからうーんなんかそのアジアとか中東ではなくてヨーロッパアフリカも多分ちょっとおなか怖いそうだから <laughs> 難しいけど北欧とか行きたいなあそうだねだから人生で1回はあのオーロラを生で見てみたいでもこの温暖化が進んでてさオーロラが見れるタイミングっていうのは昔より減ってきたらしいんですよね だから、やっぱ早くにオーロラを見に行けたらいいなっていうのが私の目標ですね。はい。ということで、えー、まあ、そろそろお時間になりました。次回のトークテーマはさっきちらっと言った。皆さんの修学旅行の思い出えっ、ー、と中学校とか、高校の時はどこに行ったのか？あれ、すごい気になるんですよね。あのー、山形はね。やっぱりこう都会に行くことができるけど、都会の人たちはじゃあどこに行くのか,とか？ なんかそういう話をぜひ皆さんから聞けたらなと思います。はい、では皆さんぜひねえ。修学旅行に関してのコメントを絶対、どうか <laughs> あのー、記入していただけたら嬉しいです。はい、ということで、本日はここまで。では、また。ありがとうございました。<music>